はい、東京 YouTube 生態の平野です。今日、ちょうど今日の朝ですね、NHK の朝石という番組でですね、新型二重顎、この顎の下にね、こう、脂肪がついてたるんでしまっているのを、皆さん悩んでいるという、お話で、体操やら写真の撮り方だとかね、いろいろ、やっていたんですけども、そんな中ちょうど今日ですね、来た、20代の男性は半年、それ以上ちょっと前だったような気がするんだけども、顎のこのやっぱりたるみがこうすごいということで、今の施術じゃなくて、そのたるみ取りの、そこを一切触らずにやった調整をした覚えがあるんですけども、今日は、その今度は顔のですね、ブヨブヨしたものをちょっと取りたいということで、先日お母さんがやってすごい大成功したんで、僕もやってみたいということで来られたんですけども、それは後ほどね、また動画にあげます。ただそのこの顎のたるみですね、本当に綺麗に取れてたんですね。そういうのを見るとですね、体操だとか、いろんなことをしなくてもですね、一気に上げられる療法になるのではないかというふうに思います。それに今度はチャクラの頬上げだとか脂肪取りとかも加わっているので、もう本当に世界最強の美容整体が完成しそうな気がします。はい、こんな変わった整体をやっている愛知県蒲郡市というところでやってますけども、東京大阪もですね、出張してやっております。興味のある方はね、こちらからご連絡お待ちしております。